What's up guys? Welcome to our channel. Girl Language Online 講師の左半身です。さあ本日は何をしていくかっていうと、私左半身も海外ドラマが大好き、特にアメリカドラマが大好きで、まあ毎日ほぼほぼ見てるんですけれども、その中でやっぱりいいなと思ったフレーズを皆さんにシェアしたいわけですね。もうこれは職業病ですね。なので本日はその集めたフレーズを、今度は前はね意訳チャレンジっていうビデオを出させていただいたんですけれども、今回は瞬間英作文していただきます。意味わかります？日本語から英語にしていただくわけです。今までは英語から日本語にしていただきました。こっちの方がちょっと難しいかもしれないけど、やってみましょう。 OK、 さあそしたらまずは海外ドラマがなんでええんかっていう話だけちょっとだけ挟ましてください。海外ドラマっていうのは英語学習に非常におすすめです。特に英会話をされたい方は絶対やっていただきたいぐらいの感じで本当におすすめなんですけど、なんでかって言ったら、まずリアルです。教科書英語じゃありません。本当にリアルに、ドラマってやっぱり本当にリアルな表現じゃないですか。別にドラマ用の言語ってないじゃないですか、日本でも。なので本当に人々が使ってる言語っていうのを使ってやってくれてるんで、本当にリアルな日常会話を習得することができます。そしてまあそもそも楽しいですよね。勉強感がない、これ大事です。勉強感なく楽しくだったら続けられるんですよね、いやいやじゃなしに。 Yes。 でまあもう一つは相当な数あるっていうところなんですよ。もうだってドラマの数だけ勉強できると思ったらすごくないですか？アメリカドラマだけでどれだけあると思います？っていうところなので、あの無限な可能性を秘めてるこの英会話ドラマ学習法っていうのをぜひ身につけていただけたらなと思います。今日の動画っていうのは一体何をしていくかっていうと、左半身が覚えた海外ドラマの英語セリフを当てよう瞬間英作文です。 OK、 さあそしたら Let's get started。 いきなりもうやっていきますよ。おやすみ、 A おやすみ。さあこれをあなたは何て訳しますか？はい、正解はですね、 Good night! Yeah! Have a good one! っていうことができるんですよ。 Yeah! Have a good one! って使ったことあります？そう、まあ、この good one の one 何かお分かりでしょうか？これは night のことなんですね。夜を2回繰り返さない、英語は繰り返し嫌いだけどここまで嫌うかっていうぐらいとにかく嫌うわけですね。OK。 さあそしたら次行きましょう。思い出した？なんか言われて、って言ってる時に思い出した？こうなんか反応が変わった時とかにね使うと思うんですけども、これはどうやって訳しますか？ Ready? どうぞ。はい、正解はですね、 Ring a bell?っていうことを言うわけです。 Ring a bell っていうのはそのもうアニメーションとかでよくあるかなと思うんですけど、テレーンって言ってこう思いついたりとかするじゃないですか。それがそのまま英語なんですよ。なので思いついた、なんかこう響くものあった、思い出したっていう感じの時に使います。 OK、 さあそしたら次、オフレコにしてよ。さあオフレコってなんて言うの？英語でオフレコって何の略なの？さあ訳してみましょう。はい、正解は Keep everything off the record。 だからまあ Everything だとか Keep it でもいいですね。それオフレコにしといてよということで Keep it off the record でも OK です。 OK、 要は Keep ってあの状態を保つっていう意味があるんで、状態保ってね、 Off the record、 オフレコの状態をということでオフレコにしといてよっていう意味を伝えることができます。 OK、 朝一でするよ。さあこれあなただったらどうやって英語にしますか？はい、正解はですね、 I'll do it first thing in the morning。 これね、本当によくドラマでよく出てくるんですよ。私もね、ドラマで見るまで知らなかったんですけど、 first thing in the morning が朝一っていう意味になります。で、あまあそれするよということで I'll do it first thing in the morning。 今決めたことだから I'll を使うわけです。こう今なんか言われて、あ、わかったわかった、じゃあそれ朝一でやるわっていう時だったら I'll do it first thing in the morning。 これ使えそうですよね。ぜひ覚えておいてください。 OK、 さあそしたら次行きましょう。らしいね、なんか聞いて、ああらしいねっていう時の反応です。さああなただったらどうやって訳しますか？どうぞ。はい、正解はですね、 That's what I hear っていうわけです。めっちゃシンプルじゃないですか。 That's what I hear で、これね、heard でも OK です。もう聞いたんだ、そうやって私は聞いたよっていう意味で言いたければ That's what I heard って言ったりもします。でも今聞いてる状態だよっていう感じで言うとき、今知ってるよっていう状態で言うときは That's what I hear になったりもします。 OK、 悪いけど帰りにうちに寄ってくれる？さあこれって英語でなんて言うんですか？はい、
正解はですね、Would it be too much trouble to swing by my house on your way home? これは買ってたら多分あなたビバリーヒルズ見たでしょっていう話になるんですけれども、さあこれじゃあどういうことかっていうと、まず Would it be too much trouble? Too much trouble ってこうね、別に問題ですかっていうよりかは、めんどくさいですかっていう感じで聞いてます。で、何がめんどくさいかっていうのが、to 以下ですね。swing by my house。これでね、家に立ち寄るっていう感じのイメージです。これ、drop by とか stop by とか使ってもらっても OK です。OK? まあなんか、ふゆーんって寄りに来る感じのイメージから来てるのかな?わかんないけど。ね、on your way home。on your way home で、あなたの帰り道にっていう意味です。とにかくネイティブっていうのは、on 誰々's way どこどこっていうので、どこどこへ行く途中っていうのをよく使うんですよ。ぜひこれ覚えておいてください。さあ、そしたら次。彼女、私生活がないんだよ。要はもう仕事ばっかりね、めちゃくちゃ頑張ってる人がいて、一言ポロッとね、ある人が言ったセリフなんですけども、さあ、なんて訳すでしょうか。はい、正解はですね、She doesn't have life。こういうことを言うわけです。実際には生活がないって言ってるわけじゃないんだけど、まあここでは、そういうふうにもう、彼女いつもこんな時間まで仕事してたの?みたいな会話の後だったんで、もう、She doesn't have life とか、She can't enjoy her life とかでもいいですよね。っていう感じで言うてるわけなんですね。さあ、そしたら次行きましょう。一言いいかい?ちょっと物申したい時に言うフレーズ。これも覚えておくといいですよね。なんて訳すでしょうか?どうぞ。はい、正解は I gotta say something here. I gotta say. これで I have to say と全く一緒です。要は私、ちょっと何か言いたい。何か言わなきゃいけないっていう時に使うわけなんですね。I gotta say something here. OK? さあ、そしたら次。傷つけあっても何にもならないよ。さあ、これちょっと長いけど頑張ってみてね。なんて訳すでしょうか。どうぞ。はい、正解はですね Hurting each other is not gonna accomplish a thing. これはちょっと激ムズ案件かもしれないんですけど、こう表現がいいなと思ってね、ピックアップしたんですけど、 Hurting each other 傷つけ合うということはですね、動名詞なんで何々することはってこう名詞的な扱いをします。で、is not gonna accomplish って達成するっていう意味があるんですよね。で、 a thing 何一つの物事すら達成しないよっていう感じで、要は何にもならないっていうイメージのことを言ってるわけなんですね。 OK。 さあ、これもね、いい表現なんでぜひ復習してみてください。さあ、そしたら次、もう分かったよ。さあ、これをなんて訳すかやってみてください。どうぞ。はい、正解はですね、 You made your point。これはもう本当によく使う Make one's point で、誰々が誰々に言いたいことを言うみたいな感じのイメージね。こうポイントをクリアにするようなイメージです。なので、もうあなたの言いたいことは分かったっていう時は You made your point とか I get the picture とかって言ったりもします。 OK? 最新の状況教えて。さあ、これはね、もうね、熟語なんですけど、知ってるか知らないかになっちゃうけど、なんて訳すでしょうか。はい、正解はですね、Bring me up to speed here. まあ、here はなくてもいいよ。Bring me up to speed って、こう、私を最新の状況に追いつかせて、最新の状況を教えてとかっていう時に使うわけなんですね。なので、boss, I gotta tell you something. ちょっと上司、お話いいですか?もう、今、多分なんか大変なことが起こってるオーラで言うんですよね。そしたら、yeah, bring me up to speed. なんだい?教えなさい。みたいな感じで使ったりするわけなんですね。Okay.何度も言うけど、君は最高だ。この何度も言うけどっていうのをちょっと考えてみてね。さあ、いきますよ。ちょっとこれも長いから5秒取るね。なんて訳すでしょうか。はい、正解はですね、 I sound like a broken record, but you're great.ということを言うわけです。これね、 I sound like a broken record。 要は壊れたレコードが繰り返し同じことを言うっていうところの表現から、昔からの表現で来てるんですかね。なので、壊れたサウンドレコードみたいなことを言ってるけどっていう感じの最初に前置きをして、 You're great っていうことを言うわけです。ちょっとかっこいいでしょ。これ使えたらかっこよくないですか。私もこれは使ったことありません。でもぜひとも使ってみたいなと思うところなんですけどね。 Yes, OK。 海外ドラマ瞬間英作文いかがでしたか。どんどんナチュラルな表現を楽しみながら習得していきましょう。海外ドラマ本当に最高ですからね。 Thank you very much
very much for watching the lesson. See you in our next video. Bye for now. このチャンネルは、わ、イェー右半身、左半身、現役英会話講師による、夜、面白くて楽しい、英会話学習チャンネルになってるんだよ、よ。だから、まずは、チャンネル登録、よろしくお願いします。